大政民放。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、お客さんからですね、来年2020年度の試験から、適用されるこの改正民法について、どんな部分が変わるんですかというご質問がありましたので、その点についてですね、解説させていただきたいと思います。で、今回ちょっと具体的な解説をしようかと思ったんですけれども、そこをやっちゃうとですね、今年の試験、2019年の試験は、まあ、現民法、来年の試験から改正民法なんですね。2020年の試験から改正民法。なので、この新しい改正民法を改正すると、今年の試験ところ混乱してしまうという恐れがあるんですね。で、実際ちょっとお伝えをすると、やっぱり混乱しちゃうということなので、今回は改正民法、どんな分野について改正されるのかというざっくりとした部分ですね。これをお話しさせていただければと思います。非常にたくさん正直あるんですよ。で、ここに今ざっとね、書いたものっていうのはもう一部であって、で、実際どれくらい変わってくるかっていうとですね、まあ半分ぐらいっていうイメージですかね。もう宅建で勉強してる中でですよ、宅建の勉強してる中で半分ぐらいといったイメージなのかなっていうところです。ただですね、すごく整理されたんですよ。これまでっていうのはこの債務不履行とか、売主の担保責任、危険負担、請負とかって、これ全部別々でこう考えてきましたよね。で、これっていうのを、まあ、一つでこうまとめるっていう感じじゃないけれども、まあ、つながりを持って勉強する流れになるんですね。だから、非常に関連してるんですよ。だから、まあ、まとめて勉強できるイメージなんですよね。だすごく整理されたっていう意味では、すごくわかりやすくなったと。いうふうに考えていただければと思います。ただ、その、今現状の現民法で勉強されている方が、じゃあいきなりこのね、2020年の改正民法を、じゃあ切り替えるってなると、やっぱりその、どれをどのように整理していくのかっていうのがわかんないと、本当に混乱するなっていうふうに私自身は思いました。私自身がこの改正民法を勉強していて、ある程度勉強した後に、あ、すごく整理されてるなっていうのは、後でわかるんですけども、勉強していた時っていうのは、まあ、たくさん改正があって、これを覚え直すのきついなっていうのが、すごく第一印象なんですよ。まあ、最後についても、これ大幅変更。まあ、これも、まあ、ちょろっと変更。これもちょろっと変更ぐらいかな。ここはだいぶちょっと変更していますね。だいぶ変更。この辺についてはもう考え方というものをもう大幅に変更して、まあ整理をしたと。まあいったイメージなんですよ。なので、まああと相続とかもそうですよね。相続もやっぱ、変わりますと。っていった中で、おそらくその改正民法というものは、まあ綺麗に整理されました。じゃあこの改正民法について、じゃあ2020年はどんな問題が出るかというと、まあおそらくですね、改正民法の、条文ですね。からの出題が多いと思います。判例とかから出すというよりも、まあ、条文レベルの問題を出してくるんじゃないのかなと。なので、まあね、2020年はちゃんと条文をやっていきましょうっていう話になるけれども、まあ、2019年のね、試験では、その改正民法は関係ありませんので、まあ、今の勉強するけれども、この、もし万一落ちちゃったって時に、その改正民法の覚え直しっていうものがすごく大変なので、今年絶対合格するというふうな気持ちでね、頑張っていただければと思います。で、今回の動画これだけかよと思われるかもしれないんですけども、まあ、今回ね、お伝えしたかった内容っていうものは、2020年で大きく変わるけれども、すごく整理されたんだなと。ただ、一方で2019年の勉強している方からすると、覚え直しをしなきゃいけないから、すごく大変だと。なので、必ず今年ね、合格していただきたい。合格するためにちゃんと勉強しましょうと。で、今、この動画を撮っているのは2月なんですけども、もうね、この動画をもし今見たのであれば、もう今から本気でね、合格するぐらいの気持ちで、勉強を毎日やっていかないと、本当に間に合わないんですよ。試験半年前からやっても正直、なかなかきついっていうのが現状なんですね。半年間でじゃあ、宅建試験の内容を頭に入れる。そして、それを使って法試験で合格点を取る。ここまで行くのは難しいんですよ。過去問について40点取るっていうのはね、意外といけるんですけども、本試験でまあ、合格点を取る、まあ、40点じゃなくて35点かもしれないけども、その合格点を取るっていうのは全然違うんですね。ちゃんとやっぱり、過去問で勉強した内容をちゃんと理解しておかないと、本試験で対応できませんので、で、この理解をするっていう、この勉強を半年間でやるっていうのはすごく大変です。この2月にこの動画を見たっていうのであれば、今からね、本気でちゃんと理解学習をやっていくと
いうような、勉強していただければと思います。で、理解学習ってどんなものかっていうものも、今回ね、この、もし YouTube ご覧いただいているのであれば、YouTube の下の概要欄ですね、下の概要欄の方に、リンク貼っておきますので、まずそちらね、ぜひご覧ください。で、これをもしね、メルマガでご覧いただいているというのであれば、この動画の下に、独学でできる理解学習の仕方の、リンクをね、貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。